国馬検査。決勝周回数は12ラップ。3コーナーは順位を変えます。しかし右側が石栗なんですが、3コーナー、そうですね、見えまして、はい、石栗の方で3.5ですね、石栗に落としてますね。あの石栗選手が乗ってる車、昨日も乗ったんですけど、ちょっとね、アンダーが強い感じなんですね。あー、なるほど。引き取るまでがちょっと難しいかもしれないですね。引き取るが入ると、スタートですから、まずはやっぱりね、メンタルカードの状況ですか。そうですね。で、はい。うん、タイムはまあ、あの、同じような感じで、ね、盛り上げてね、違うんですね。そう。それやっぱり、バスごとに特徴とか違うもの、そうですね。はい、違いますね。そう。まあ、レンタルカーターならではなるほどね。はい。別の楽しみ方が、そうですね。ありますね。はい。はい、レーシングカーターってのはね、車作りがすごく上手いっていうのはね、もちろん。レーシングカーターはこう、カートに合わせて、上手いっていうかね。なるほど。そう、さあ、でも、合わせ込みも。そうですね、そこからあの、まあ、ちょっと空気で火が消せるかどうかと思うんですけど、そのところちょっと相談かと思うんですかね。そうですね、はい、相談ね、そうですね、本当の空気ですね、なかなか、はい、今手伸ばしてしまったけど、ね、これで前が先にしちゃうよっていう、そうですね、これ、はい、うん、待ってっていう感じですね。ケースはなんか西田は良さそうですね。そうですね。はい。やったんです。15歳。はい。では、ちょっとね、コーナー作りました。そうです。そうですね。ここら辺でベース経験の方が出てきちゃうかもしれないですよね。確かに、はい、中央の作戦でもですよね。そうですね、うん、で、トップの文字はね、あの何年か前に立ってきてね、で、メンタルカートの今のクラスはもうちょっと強くなっていて、ここはちょっと遅れてますけども、西側があのじわじわと詰めてきて、1人だけ37秒台で、ただあの森も、トップの森もね、ペースが良くて38秒フラットで走ってるんで、均等なかなかってことですけど、ちょっと最終コーナーラインは他と違ってワイドになってるかなっていう、ここはちょっと厳しいか
だんだんね、一つずつから離れていったんですね。まだまだ離れて、これから前段階で4時間に自分がだんだん詰めていった。こちらは結構あの、5コーナー延長に行った距離の急接近になりましたけど、ここで森が、37秒台で行きます。息切れも37秒台回数がトップが戻ってきて残り4周になります。まあ、ストレートでちょっと離される感じですね。ただコーナーで詰めていくという感じですね。西沢と森の差がなかなか縮まらない。ここ3コーナーでくっつくんですけど、ここから立ち上がりからですね、また離れていきます。抜けたところはたくさん出るので、あの、まあ、レンタルグラスは皆さんご存知の最近そういうと従来の状況になりませんので、やっぱり他人ドライバーがああいう左に乗せたコーナーっていうのはもちろん有利になりますね。ここで西沢が今パステスト記録しましたが、37秒8あと森と石組側はあのほぼ一緒37秒っていうので、コンマ1で西沢が乗れます。もうベストタイムだけじゃなくて、アプローチっていうのがレースが入るんですね。本間はペース的にもちょっと厳しいか、38秒2までは来てますけれども、前との距離がただちょっと開いちゃってますね。このペースでは変わらないんですけれども、西側が若干速いかなと思います。ただ、一時も37秒8秒で詰めてきましたね。そうですね、この一つを入ってしまうと、いよいよ大変にいいと。そうですね、メダルの次は入ってきました。一時間にしたら、終わりに。西沢が2コーナーで先に行きましたね。勝ちましたね。これで、抑えた。2コーナーに向けて抑えましたね。そのまま西沢としては話していきたいところですね。そうですね。はい、ワンチャンという印象。ここで森が5コーナーにサイドバイサイド。さあ、そして今度は一塁が移動なんですが、さあ、森の姿が見えてきたぞ。さあ、今、ガッツポーズとともに森状態が特殊でしょうか。